ジックアカデミーへようこそ。私はさつき。この学校の教師でノンジャンルの授業を担当しています。それではまず名前を入力してください。これでいい？はい、受け付けました。どうも。いやどうも。おはよう。やったね。どうも。悔しさをバネにしちゃいましょう。おはようございます。さあ行きましょう。はじめまして、私はティエルと言います。わあ、この学校と授業についての説明ですか？では私もご一緒に。授業中の画面はこんな感じになっているの。上部中央に表示されるクイズ問題をよく読んで、下の回答ボタンに直接タッチして答えてね。一問ごとに回答できる時間が決まっているけど、早く答えて正解すると得点も高くなるんだよ。それじゃあ実際に丸×クイズをやってみましょう。では始めるよ。準備 OK です。担当してるよ。私からは4択クイズの説明をしましょう。さあ始めるよ。準備 OK です。基本中の基本だから大丈夫だよね。では次の授業へ進もう。それではモードを選んでね。このモードで始めるの？新しい出題形式が増えました。それじゃあまず予習をしておきましょうか。クイズのジャンルと出題形式を選んでね。授業を始めます。準備 OK です。優しめですね。ではトーナメントに参加する生徒の皆さんを紹介します。
ゲット。クマくんゲット。1位はあなただよ。おめでとう。1位いただき。続けて2位以下の発表です。おっと、ギリギリですか。次は予選敗退の生徒さんです。残念だけどここでお別れなの。ごめんね。さあ決戦ですね。私もよろしいかしら。力を合わせて進もう。このモードで始めるの？
終了です。もっと勉強してきます。まだまだということか。もっといけるはずだ。私はなかなかやるじゃん。今回あなたはこの対戦者に勝利しました。対戦者の階級に応じて算出した魔法石を授与します。この石板が魔法石で埋まると9が1つ上がります。これからも上位を目指してね。上がりました。よし、上がった。では今回はここまでです。マジックアカデミー天の学び屋。